動画のご視聴ありがとうございます。 YouTube 医療大学です。今回は緊急で動画を回しているんですが、令和6年の4月から高血圧のとある基準が140から160に上がりました。これに関して解説してくださいというコメントが多く寄せられました。血圧の基準が変わったとなればとても大きなことにもかかわらず、これらに関する情報はあまりニュースで取り上げられていません。高血圧というのは成人の3人に1人が罹患していると言われているんです。この基準が20上がっただけで、今まで基準に引っかかっていた人が引っかからなくなって、なんと数にして引っかかる人が10分の1に減ると言われているんです。とても大きな出来事に聞こえますよね。ということで今回は実際に高血圧の診療をしている医師の立場から、このニュース何が起こっているのか、そしてどういった背景があるのか、実際に高血圧を患っている方、そして血圧が高めになってきて心配になっている方、そんな方に役立つ内容を発信していきますので、ぜひ最後までご覧ください。血圧は高すぎることももちろん脳出血や心筋梗塞のリスクになりますが、低すぎることもリスクになるということが分かっているんです。メディアやネットではあらゆる情報が錯綜しています。中には一部誤ったものもあります。誤った情報を掴んで後悔してしまわないように、医師の立場から責任を持って発信しますので、ぜひ動画がいいなと思ってくれた方は新しい動画見逃さないようにチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。ということで今日の目次です。一元では高血圧の基準の歴史を見ていきます。なんと高血圧の基準値は年々低下してきているんです。その背景にはどんな裏が隠されているんでしょうか。そして2限では血圧の基準値の国内と国外の違い、そして国内によってもガイドラインの基準と健康診断の基準の違いについてご説明していきます。そして3限では血圧を下げることのデメリットとメリットについてご説明していきます。そして4限では最終的には何を信じたらいいのか、今後の高血圧に対する考え方をご説明していきます。そして5限では高血圧を治療するのも大事ですが、薬に頼らなくていいのであればそれに越したことはありませんよね。高血圧にならないように、高血圧になっていたとしてもお薬を減らせるように、食事で血圧を下げる方法について医師の立場から簡単に解説していきます。それでは1限、高血圧の基準値の歴史について見ていきましょう。時は遡ること1960年代。高血圧の基準値というのは実は年齢プラス90という数字だったんです。つまり50歳であれば140、70歳の方であれば160が基準値であったということになります。今皆さんが一般的に知っている高血圧の基準値は140の90と聞いている人も多いと思います。それに比べるとかなり甘い基準値に聞こえます。そして1987年には旧厚生労働省は高血圧の基準値をなんと180の100に変更したんです。先ほどの年齢プラス90よりもさらに緩くなったような印象を受けますよね。実際に外来で診療していて血圧が180の100を超えている方というのはそうそう出会うことはありません。そういった背景や年齢構成もあって、当時日本人は高血圧を患っている方というのは今の半分以下、本当に少なかったんです。しかしここからだんだん高血圧の基準値が厳しくなっていきます。2000年には日本高血圧学会は高血圧の基準値を今一般的によく知られている140の90に大幅に下げました。この基準の根拠となっているものとしては、国内や国外で多数の研究がなされて、血圧を下げることによって将来の動脈硬化による病気を予防できる、つまり動脈硬化によって心臓とか脳の血管が詰まってしまって、さらにはそれによって死亡してしまう、そんなリスクが低下するということが分かってきたんです。もちろん血圧を下げすぎることのデメリットもありますので、詳しい内容は3限でご説明していきたいと思います。そんなこんなで2000年に入って高血圧の基準はガクッと下がって、高血圧と診断されてお薬が処方される人の数はどんどんと増えていきました。もちろんこれによって高血圧と診断されて病院にかかる患者さんの数は増え、たくさんお薬が処方されることによって医療費がどんどん増えていってしまったというのは事実です。そしてさらに高血圧の基準値が下がっていく波は止まりません。そこから約20年経って2019年に日本高血圧学会が発表した高血圧治療ガイドラインでは、75歳未満の方、その他には特定の基礎疾患を持っている血管のリスクが高い方に関しては140の90ではなく130の80にまで血圧の目標値を下げました。やはり年々高血圧の目標値は下がっ
っているということになります。もちろん基準値が下がった背景には裏付けがあります。国内外で様々な研究が行われていて、血圧を140を目標にするよりも130を目標にした方がより将来の脳梗塞とか心筋梗塞予防できるんじゃないかというデータが集まってきたという背景があるんです。下げすぎてしまうデメリットやお薬の副作用、そして80歳90歳を超えている方や身体機能が低下していて車椅子の方、そういった方にまで血圧を下げるべきかと言われると疑問が残りますし、血圧は下げすぎない方がいいのではないかというデータも実際に存在しています。そして今回令和6年の4月に高血圧のとある基準が140から160になった、今まで下がってきたものが上がったんではないかというような問い合わせがたくさん来ていました。実際に基準が上がったのは私が先ほど言った高血圧の治療ガイドラインの目標値ではありません。じゃあ一体何の値が変わったんでしょうか。ということで2限では国内の高血圧の基準値の違い、そして国外と国内の違いについて簡単に解説していきます。先に結論から言います。協会憲法という健康診断において高血圧の治療をしていない人が血圧を測定した時に、今までは140の90を超えていたら病院に受診してくださいねと健康診断の結果が返ってきていたのに対して、これからは160の100を超えていた場合に病院に受診してくださいねと健康診断の結果が返ってくるようになったということなんです。これを健康診断における干渉基準と言います。つまり今までは健康診断の時に血圧を測ってその時の基準が140の90を超えていたらもう病院に行ってねと言われていたんですが、その基準がかなり甘くなったという話なんです。これによって病院に行かなくて済むようになった患者さんは10分の1になるだろうと推測されているわけです。この決定が行われた背景として確固たる文面は出ていません。しかしおそらくは医療経済学的な観点、つまり健康診断を行ってちょっとでも高血圧の可能性がある方が全員病院に受診してしまうと診察量がどんどん増えてしまって医療費を圧迫してしまう可能性があります。そして1回血圧が基準を超えていたからといって必ずしも高血圧というわけではありません。3限でお話ししますが、血圧というのは大事なのは家で測った値なんです。健康診断の時に測った値が高かったからといって家で測った時の血圧も高いというわけではありませんよね。多くの人は病院では血圧高いんですが家では低かったりします。こういった健康診断と家での血圧の差の関係もあって今回基準を甘くしたということになっているのではないかなと推測します。なので今回の基準変更は治療ガイドラインの変更ではありません。つまり日本高血圧学会が出している2019年時点のガイドラインによると75歳未満の方、そして血管リスクがある方は130の80を目指しましょうという基準は変わっていません。ぜひその点について勘違いしないようにしていただければ嬉しいです。そして健康診断の基準値が変わったからといって直ちに私はもう薬飲まなくていいんだと決めつけてしまわないようにしてください。薬を突然やめてしまうことによるデメリットであったり血圧の値というのは全員が全員この値を目標にしましょうというわけではないんです。年齢であったりその方の体の機能、そして背景にある病気、これらをトータルして鑑みて血圧の薬を飲むべきかを決めています。ぜひ今回の話を聞いて本当に薬を飲むべきだろうかと迷った方は主治医の先生と相談してみることをお勧めします。そして各国のガイドラインと比較していくと、アメリカやヨーロッパのガイドラインというのは日本と同じで年々目標値は下がっていっています。アメリカにおける AHA の2017年の治療ガイドラインでは目標値はやはり成人であれば130の80、そしてヨーロッパの欧州高血圧学会の2023年のガイドライン更新されましたが、やはり成人においては基本的には140の90以下を目指そう、そして下げれる人とか糖尿病を患っていて血管のリスクが高い人に関してはやはり日本と似ていて130の80を目指しましょうと言っています。いかがでしょうか。国内外のガイドラインはやはり血圧の基準値は下がってきていますが、協会憲法における健康診断の基準が甘くなったということになります。
それでは3弦、気になるところですが、血圧を下げることによるデメリットは何なのか、そしてなんでこんなに下げようとしているのか、こちらについて解説していきます。まずは血圧を下げることによるメリットをお話ししていきます。先ほども言った通り、血圧を下げることによって脳梗塞や心筋梗塞、そしてその先に待っている死亡率を下げることができた。だから今までの治療のガイドラインは年々下がってきているということをお話ししましたが、具体的にどれぐらい下げるとどれだけのメリットがあるかを解説していきます。まずは血圧を下げることによるメリットなんですが、先ほども言ったように血圧をとある一定まで下げることによって脳梗塞や心筋梗塞、将来の死亡率を下げることができるというのが下げる根拠になっています。しかしここで一つ注意点があります。血圧というのは先ほども言ったように病院だと高くなりやすくて、家だと低かったりするんです。私も病院で外来をして患者さんの血圧を直接測ることもあるんですが、診察室で測ると、あれ普段こんなに血圧高くないのに私大丈夫ですかって聞かれることがあるんですが、実は大丈夫であることが多いです。実際に病院で血圧を測るといつもと環境が違うので、心臓がドキドキして普段よりも血圧が高く出てしまうことが多いんです。これを白衣高血圧と言います。白衣の人を見た時に血圧が高くなってしまうから、こういう名前が付けられています。それではこちらの図をご覧ください。右下の白衣高血圧っていうのが、先ほど言った診察室では血圧が高いけど家では血圧が高くない方です。それの対極にある左上にあるのがこちら、仮面高血圧といって、病院では血圧測るんだけど家でね、なかなか血圧測ってなかったけど、先生に言われて家で血圧を測ってみたら意外と血圧が高かった、つまり仮面、診察室では高血圧がないかのように見せて実はお家では高血圧だったっていうパターンです。この仮面高血圧の方はいくら病院で血圧が低かったとしても家で血圧が高いので、高血圧の方と同じぐらいの血管の病気になるリスクがあると言われています。だからこそ病院で血圧大丈夫だから私は大丈夫だって思ってしまわないで、家で血圧を測るのを試してみてください。血圧測るのめんどくさいなって思ってる方は1週間でいいので、朝起きて少しした時の血圧と夜寝る前の血圧を1週間頑張って測ってみて、それの平均値を出してください。それが135の85を超えているようであれば、この後話すようなお薬に頼らない血圧を下げる方法を試してみたり、病院で医師に相談してみてください。いや私は病院で低いからさすがに大丈夫でしょうって思う方、実は高血圧は3人に1人の成人がなっているとも言われているんです。なのでこの動画を見ている方の3人に1人は高血圧の可能性があるということになります。そしてこの血圧を下げる効果についてなんですが、日本人の血圧が平均して4下がったとしたら、脳卒中になる患者さんが1万人も救えるっていうデータがあるんです。血圧4下がるだけで1万人の方が脳卒中防げるんですよ。すごいと思いませんか？そしてもしあなたが高血圧で、あなたの血圧が10下がる、150だったのが140になるだけで、脳梗塞などの脳血管疾患は 27% 減って、心筋梗塞などの心疾患のリスクが17% 減ると言われています。そして最終的な死亡率に関しても 13% 下がると言われているんです。そしてその他にも高血圧に関する日本のデータをまとめました。血圧あたりの心臓の病気になるリスクをグラフで表したものです。右に行けばどんどん血圧が高くなりますが、ちょうど収縮血圧、上の血圧が140を超えたあたりでリスクが3倍になっています。そして上の血圧が180を超えている方はリスクが5倍とも言われています。そして血圧は下げすぎることもデメリットになっているということが分かっているんです。この動画を見ている皆さんも心配な方が多いと思います。血圧は基準値より下げすぎてしまうと、ふらつきが出現して転んでしまうリスク、認知機能の低下が進行するスピードが速くなるというデータがあるぐらいなんです。そしてこんな興味深い研究データもあります。年齢が高い方、そして施設に入るような身体機能が低下している患者さんによっては、血圧はガイドラインの基準まで下げすぎない方がいいんじゃないかという研究です。フランスとイタリアで行われた80歳以上で施設に入所している患者さんに関する研究です。1127人の方を見た研究なんですが、収縮期、つまり上の血圧が130以下になっていて、なおかつ血圧を下げる薬を2種類以上使っている方のグループというのは、そうではないグループの方に比べてなんと死亡率が 78% も上昇していたという結果になったんです。
これはフランスとイタリアの研究の結果なので、日本人に直ちに適用するのは注意が必要ですが、とても興味深い研究です。そして一つの研究で全ては判断できないので、このような年齢が特に高い方とか、施設に入った方を対象にした高血圧の研究が今後たくさん出てくることを祈っています。そして日本は世界ナンバーワンの長寿国です。90歳の方や100歳の方を対象にした研究というのはほとんどありません。つまりこのガイドラインの基準も90歳の方、100歳の方に適用するかと言われればそこはグレーゾーンなんです。そして年々高血圧の目標値下がっていってますが、その根拠としてとても大きな影響を与えた大規模な研究、スプリント試験というものがあります。このスプリント試験がきっかけで高血圧の目標値は130の80にしようと、そうなった背景があるんですが、二次解析といって、この研究の中で特に75歳以上の方、そしてなおかつ虚弱といって身体機能が低下している患者さんに限って解析をすると、なんと血圧を下げたからといって脳梗塞や心筋梗塞、死亡率が低下したという事実はありませんでした。つまり75歳以上で体の機能が落ちてきている方に関しては、血圧を下げることによってふらついてしまったり、お薬が体の負担になってそれがデメリットとなってしまう、そういったことの方が多い可能性があるんです。私も外来で血圧の薬を処方した時に、副作用でむくみが出てきてしまったり、腎臓の機能が低下してしまったり、血圧が下がりすぎてしまってふらつきが出てしまったり、副作用を経験することもあります。将来の心筋梗塞のリスクを予防するために、今薬を飲んでフラフラして苦しんでいたら本末転倒かもしれませんよね。なのでメリットとデメリットを比べて、そして年齢とか身体機能によって血圧の目標値を設定して薬を飲むかを決定していくというのが大事になります。つまりガイドラインというのは目安の目標値は決めていますが、全員一律この血圧を目指しましょうなんてことはないんですよね。オーダーメイドに相談しながら決定していくというのが大事なのではないかなと思います。それでは4限で、じゃあ最終的にはどのようにして決めていったらいいのか、そちらについて解説していきます。先ほども言ったように高血圧の基準はオーダーメイド、年齢やその方の持っている病気、体の機能によって決めていくことになるんです。そしてそれ以外にも重要な要因ありますよね。それは薬を飲もうとしている方の気持ちや考え方です。もちろん血圧が高いことによるリスクは分かったけれども、お薬が高かったり、今までお薬を飲んでも全然体調が良くなった経験がないから、お薬をどうしても飲みたくないんです、そのような考えがあれば、しっかり医師に伝えた上で相談しながら薬を飲むかを決定していくんです。そしてお薬だって安くありませんよね。このお薬を何年間飲めばリスクが一体何パーセント減るのか、薬によっては年間数万円払わなきゃいけないものもザラにありますよね。なのでこのお薬を飲んだとして将来の死亡率が何パーセント減るの、大した差がないんだったら、年間数万円お金を使うぐらいだったらちょっと美味しいもの食べた方がハッピーなんだけど、そういった考え方も十分に尊重できます。なので私たち医師はお薬を処方するときに、このお薬を飲むことによるメリット、そして副作用、そして皆さんの考え方、そして医師としていろんな患者さんに薬を処方してきた経験を踏まえて、一緒に相談する中でお薬を飲むのかを決めていくわけです。データがあるから飲んだ方がいい、ガイドラインがこう言ってるから飲んだ方がいいと頭ごなしに決めるわけではないんです。実際に私も一律でこの値を超えたら薬を処方するという診療は全く行っていません。そして高血圧のお薬を飲むメリットというのは、実際に聞いてみると思ったよりも高くないかもしれません。こんな研究があります。システマティックレビューといって、高血圧に関する論文をたくさん集めてきて、さらに解析した信頼性の高い論文です。60歳以上の高血圧を患っている患者さん約2万7000人を、上の血圧が140以下の厳しくコントロールしたグループと、標準的な高血圧の治療をしていたグループに分けて比較してみました。そうすると、確かに140以下に厳しくコントロールしたグループの方が、心臓の血管が詰まってしまうことによる死亡率、そして心筋梗塞や脳卒中、心不全などの病気を発症するリスクが低下したという結果になりました。しかしこの論文の面白いところは、タイムトゥーベネフィットというものを示してくれることです。タイムトゥーベネフィットというのは、このお薬を何年間処方した場合、一件のそういった心筋梗塞や脳卒中を減らすことができるかという数値を示したものです。
例えば1人の医師が500人もの方に上の血圧が140以下になるように厳しくコントロールしてお薬を処方したとします。そしてその500人の方、9ヶ月経った時点で何人の方の脳梗塞とか心筋梗塞とか死亡などのそういった重大なイベントを減らすことができたと思いますか？なんと1件だけです。つまり500人に9ヶ月間処方することによって、その医師は1人のそういったイベントを予防することができたという結果になるんです。つまりお薬を飲んでいた499人の方は9ヶ月間飲んだけど、結局そういった心筋梗塞も脳卒中も発症しなかったということになるんです。確率的にはその1件を除いた499人の方はお薬を飲もうが飲まないが将来の脳梗塞とか心筋梗塞は発症しなかったということになるんです。500分の1かと考えると、案外血圧の薬を飲むことによるメリットは低いと思われる方もいるかもしれませんし、いや500人に1人だってとっても重大な出来事だから、自分はそういったリスクを下げたいからお薬を飲みたいと思う方もいますよね。つまりは考え方次第ということにもなるんです。少し難しい話だったと思いますので、ぜひ何回も聞き流して理解していっていただければ嬉しいです。ここまでの復習です。一元では高血圧の目標値というのは年々下がってきているという背景をご説明しました。そして二元では、協会憲法健康診断における受診勧奨、病院に受診してねという基準が140から160に上昇して、基準が甘くなって引っかかる人が10分の1に減ったんだよということをご説明するとともに、各国の治療ガイドラインに関しては現状では全く変わっていないということをご説明しました。そして3元で、血圧を下げることによるメリットもあればデメリットもある、ぐらつきであったり認知機能の低下のスピードが上がったり、お薬を飲むことによる副作用などをご説明しました。そしてさらに80歳を超えた方、そして身体機能が低下してきている方は、むしろ血圧を下げすぎることによって死亡率が上昇するかもしれないということもご説明しました。そして4元では、タイムトゥーベネフィットといって、お薬を飲んだらリスクが下がるのは分かったけど、一体何人に処方したら何人のそういった脳梗塞とか心筋梗塞が減るのかについてご説明しました。ここまで詳しく解説している動画はほとんどありませんでした。このように YouTube 医療大学では、医師の立場からデータにのっとった形で明日から健康になれる動画を責任を持って発信しています。少しでも勉強になったという方は、今のうちに新しい動画見逃さないようにチャンネル登録をしていただければ本当に嬉しいです。そして毎週火曜日夜9時から健康について考える YouTube ライブを行っています。ぜひ今日の動画の感想や質問があればライブでお待ちしております。もちろんコメントで質問をしていただいても大丈夫です。それでは最後、語源ではお薬を飲むことによるメリットデメリットは分かった、でもお薬は飲まないに越したことはないですよね。食事で血圧を下げることはできるんでしょうか？ということで、薬に頼らず血圧を下げる方法について解説していきます。他の YouTube の動画でも呼吸法とかストレッチとかいろんなものが紹介されていますが、今回はちゃんとデータがあるものに限ってご紹介していきたいと思います。正直データがないものをお勧めしている動画もあったりしますが、それが必ずしもいけないとは思っていませんが、効果があるのかないのかわからないものではありますので、試してみるかは自己責任になります。そしてこの動画でご紹介するものは一定のデータがあるものをご紹介するので、データがないものよりはまずは試してみてもいいんじゃないかなと思いますし、比較的取り入れやすいものをご紹介していきたいと思います。それでは私がおすすめしたい血圧が下がる食事はこちら、ダッシュ食というものです。ダッシュ食聞いたことないよって思う方もご安心ください。大事なのは名前じゃなくて中身です。ダッシュ食っていうのはアメリカで血圧を下げるために開発された食事なんですけど、どういう特徴があるかというと、塩分と炭水化物を抑えて代わりに何を摂るかというと、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどのミネラルと食物繊維ですね。これらをたっぷり摂る食事法がダッシュ食と呼ばれるものです。実際にこの食事を完璧に試す必要はありません。ここでお伝えしたいのは、このダッシュ食に含まれるものを生活の中に取り入れることによって血圧が下がる可能性があるよということです。具体的には何を摂るかというと、果物とか野菜とか豆腐とか乳製品を取り入れます。実際にどんなデータがあるかというと、高血圧の患者さんにこのダッシュ食を試した場合、試さなかった人と比べて上の血圧が 11.4、 下の血圧が 5.5 低下したというデータがあります。そしてさらにすごいのが、このダッシュ食を試した後8週間この血圧が下がる効果が続いたと言われておりますので、その食事をしている間だけ下がるわけじゃなくて、長期的に効果が得られるということも分かっています。なのでぜひ皆さんには、血圧を気にするんであれば小腹が空いた時のお菓子をスナック菓子などの塩分が高いものから果物に変えてみる。例えばバナナは食物繊維もあってカリウムも豊富に含まれているし、
普段食べているポテトチップスをバナナに変えるだけでも血圧が下がるかもしれません。そして血圧が下がる小技としておすすめしたいのがこちら、優しおというやつです。これ私も試しているんですが、この優しおっていうのは何かというと、カリウムを使ったお塩なんですね。この優しおっていうのはナトリウムが含まれた塩分もあるんですが、残り半分はカリウムを使ったお塩で構成されているんです。このカリウムっていうのが実は注目されています。さっきのダッシュ食でもカリウム大事だとお話ししましたが、普通の塩にはナトリウムが含まれていて、これが高血圧の原因とも言われているんですが、このカリウムっていうのは体にナトリウムが溜まると尿からナトリウムを排泄流してくれる作用があると言われているんです。だから血圧が下がるということになります。カリウムに関してはこんなデータがあります。高血圧の方にカリウムを1日 5g 摂取した場合、血圧が上が 7.2 下が 4.1 下げたと言われています。すごくないですか。さっき血圧が10下がるとね、いろんな病気のリスクが 20% から 10% 下がるとご紹介した通りです。ちなみに日本人のカリウムの平均摂取量っていうのはだいたい2から 2.5g なので、全然血圧を下げれるほどのカリウムを摂取できていないということになります。なのでこの優しおを使えば、普段塩で使っているナトリウムの摂取を抑えられると同時にカリウムを摂取することができるので、血圧を上げる原因を抑えつつ血圧を下げる成分を摂取できるという一石二鳥のお塩なんです。普段の料理で塩を使わないことはないと思うので、ぜひ普段の塩をこの優しおに変えるだけでも効果があるんじゃないかなと思っています。ちなみにこの優しおから私は一銭もお金はもらっていません。ちなみに腎臓の機能が低下している方にとっては、このカリウムを排泄できなくてカリウムが上がりすぎてしまう場合もありますので、特に腎臓が悪い方はこの優しおを使っていいか主治医の先生と相談してみてください。その他にも少しだけ血圧が下がるよっていうデータがある食品や生活習慣はこちらです。魚油ですね。 EPA、 エイコサペンタエン酸、 DHA、 ドコサヘキサエン酸ってやつですね。サバとかサンマとか青魚によく含まれている成分ですが、これらを摂取すると高血圧の方で血圧が 4.5 下がるというデータがあったり、なかなかできないですけど運動習慣もめちゃめちゃ効果あります。運動習慣に関しては週3回有酸素運動を行った群では行わなかったのに比べて5から10も血圧が下がったと言われています。そして食物繊維に関しては1日 11g 摂った場合血圧が 1.2 下がったというデータもあります。そしてこれは意外な値ですが、葉酸を1日 5mg 摂取した場合は血圧が2下がったよっていうデータがあったりします。まあ、これらを私なりに総括すると、じゃあどういうものを摂取したらいいかというと、なるべく塩分を抑えた上で果物とか野菜を多めに摂取したり、特に野菜でも最初に言ったダッシュ食に含まれるようなマグネシウムとかカルシウムを含まれたもの、ほうれん草とかブロッコリーとかアボカドとか、そういった野菜を摂るように頑張ったりとか、あとはお肉の代わりにお魚の油を摂取するように意識する、それだけでも血圧はグッと下がると思いますので、いかがでしたでしょうか。今回は緊急で動画を撮りましたが、高血圧の受診勧奨、健康診断における基準が140から160になりました。このニュースは高血圧について考え直すとってもいい機会なんですが、なかなかしっかり報道されているものがなかったので、かなり詳しく解説していきました。この動画で強調しましたが、基準が変わったからといって直ちにお薬飲まなくていいやとか病院に行かなくていいやと思うのは少し危険です。年齢や身体機能、基礎疾患によって高血圧の目標というのはかなりオーダーメイドですし、あなたの考え方が重要になってきます。少しでも疑問を持った方は医師に相談して、お薬を飲むべきか続けるべきか、そして中止するのか相談してみていただければ幸いです。この動画に対してグッドボタンでもバッドボタンでもいいので評価をしていただければ今後の改善につながります。そしてコメントで、このようなものを食べたら血圧下がりました、私は医師からこのように言われて血圧の薬を飲んでいます、そのようなご経験があればコメントで教えてください。他の方の役に立つと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。総合診療科の僕が患者さんから教わった70代からの老いない生き方、 Amazon4 部門でベストセラー、そしてギフトランキング1位になりました。普段医師として働く中で患者さんから教わった大切な生き方であったり健康法を一冊にまとめました。私もこんな風に健やかに生きたい、そう思ってもらえる本になっています。大好評発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。